バス到着直前の様子バス停留所は、路線バスや高速バスにおいて旅客が乗降できる地点である。日本においては、バス停と略称され、法令、行政用語としては、乗り合い自動車停留所と表現されることもある。バス停留所は、行動上の多くあるほか、バス乗客の目的地となる、鉄道駅や空港、飛行場といった交通欠接点。 自治体の役場など観光庁、大規模な医療機関、商業、観光施設の敷地内や近くにも置かれる。時刻表付き標識が建てられているだけの簡素なバス停もあれば、屋根やベンチ、これらに壁を加えた待合所を備えたバス停もある。バス停留所の内バスの始発、終着地を施設化したものは、バスターミナルと呼ばれる。バス事業者の営業所や車庫に、 始発、終着バス停が併設されていることも多い。また、日本の高速道路上にあるバス停留所と付随する施設については、バスストップと呼ばれることがある。この点については、公設を参照。なお、運行する路線において停留所以外の任意の場所で、乗降できる制度を、フリー乗降制と呼ぶ。路線を定めて、運行を行う、乗り合いバスでは、 始発地点と終着地点を呼び、区間途中に旅客が乗降する地点を定め、標識を立てるなどして、バス停留所であることを示す。フリー乗降性を除いて、基本的に停留所においてのみ、乗降の取り扱いを行う。原則として、区間中の停留所は乗降者どもに可能だが、場所により乗車専用や、降車専用のバス停もある。 バス停留所の標識の多くは、標識版と呼ばれ、停留所の名称、時刻表や路線図などが印字あるいは掲示されている。バスターミナルを除く多くのバス停は、屋根やベンチ、待合所があっても、鉄道駅などに比べ、設備は簡素である。標識のみのバス停では、利用者が屋外で立ったままバスを待つことを強いられる。このため、群馬県は、 バス停100メートル圏内でバス利用者の待合所としてスペースを提供してくれる店舗や企業をバス待ち協力施設として登録している。札幌市東区の栄町交通広場。駐輪場と待合所が整備されている。利用者の自宅などとの往来に自転車駐輪場やパークアンドライド用駐車場を併設しているバス停もある。国、地域や 事業者にもよるが、停留所の名称が付されている場合とそうでない場合がある。一つの乗降場で、事業者ごとに標識を立てる場合同一事業者による、同一地点の停留所だが路線によって名称が異なる例一つのバス停留所には、上り方面と下り方面の二つの乗降場が、道路を挟んで向かい合わせに設けられるものが一般的で、 方向ごとの外側車線に乗降場があることが多い。この時、一つの停留所に、複数の路線や異なる事業者のバスが停留する場合、路線別、事業者別に独立した標識を立てる場合と、複数の路線、事業者をまとめた標識を立て、時に、数字等で乗降場を区別する場合があり、校舎の場合は、バスターミナルなどで用いられることが多い。 路線が分岐する地点などにおいては、路線の方向ごとに異なる、道路上に乗降場を設けることがある。また、分岐点ではないバス停留所においても、同名の停留所であっても、路線や事業者によって乗降場が異なる場合や、一方で、同じ乗降場であるにもかかわらず、路線や事業者によって停留所名が異なる場合もある。他に、 一方、通行道路を経由する場合や、環状運転になるような場合、及び用地が確保不可能である場合などには、乗降場が片方向のみ設置される場合がある。また、初犯の事情により、千鳥場に乗降場が設けられる場合もある。場所によっては、乗降客の少ないバス停留所は標識をどちらか一本のみ、縦、上下兼用とする場合もある。この時、 標識が設けられていない方向のバスを利用したい場合は標識の真向かいに立っているとバスが停車する。狭い範囲に点在しているバス停留場を一箇所に集約しバスターミナルを設置する場合もある。一般道路においてはそれを示す標識板が道路上に存在し時刻表や路線図が掲示されている。形状は歩道または路肩に 標識板を設置するだけのものが一般的だが、屋根や待合室などの施設を設置しているものや、屋根とベンチを備えたものはバスシェルターともいい、この中には壁面を持つものもある。ブラジルクリチュバのリットシステムのバスシェルター。壺の名で知られている。この他、医療機関や鉄道駅、大型ショッピングセンター、観光所など、公共施設では、 広い施設敷地内にバス停を設置し路線バスがそこまで乗り入れる場合もある。自治体など地域が関与する割合の高いコミュニティバスにおいて特に顕著に見られる。日本では道路交通法によりバス停留所の表示板から半径10メートル以内は反対車線を含めて駐停車禁止になっている。新宿南口交通ターミナル通称 バスタ新宿バス停留所のうち、複数のバス路線の発着点に設置される施設を、バスターミナルという。日本では、自動車ターミナル法によって、乗り合いバス車両を2両以上停留させることを、目的とし、道路、駅前広場など、一般交通に供する場所以外の場所に施設を持つもの、とされている。交通の拠点であり、切符売り場や、広い待合室。 トイレ、売店などが設置される。バスセンター、または、駅と呼ばれることもある。前者の例は、広島バスセンター、万代指定バスセンター、後者の例では、戸和田湖駅などがある。ただし、東日本大震災で、被災鉄道の代替として、東日本旅客鉄道が開設した、気仙沼線、大船渡線 BRT では、ターミナル機能がなくても、駅と呼ばれている。 設置形態高速道路の本線車道上にバス停留所が設けられることがあり、高速バスなどが発着する。そうした停留所の設置形態として大別して2種類ある。一つは停留所とその前後に路線バス用に一般用とは独立した車線を設ける形態である。これは本線車道の一部だが路線バスに限って通行が許され発着が可能である。 もう一つは、パーキングエリアやサービスエリア、インターチェンジなどの本線車道から一旦離れた場所に設ける形態である。ただし、校舎の場合、高速バスの表低速度が落ちる。他に、一般路線バスと接続させることを起とした場合には、インターチェンジの料金所外にバスストップが設置されることがあり、この場合は、料金所を出るごとに通行料金が、 区別別となるため運賃が余分にかかることになる。また、この携帯の場合、料金所での渋滞に巻き込まれやすく、都市部を中心に交通量が大きい道路では、このような形態の停留所は減少傾向にある。アクセス一般的に、高速道路は都市の中心部から少し外れた場所を通っているため、高速道路上のバス停留所も都市の外れにあるものがほとんどである。 都市中心部とその停留所の間を結ぶ路線バスが運行されている場合もあるが、自家用車やタクシー以外のアクセス手段がないところも少なくない。また、高速道路上のバス停まで階段や坂道を登らなくてはいけないところもある。大分自動車道の大遺体バスストップのように、高速道路に並行する鉄道路線に大遺体駅を設置してアクセス工場を図った例もある。 バス停留所の構造には以下のような形式がある。歩道を切り替えて設置されたバスベイ型のバス停留所バスベイはバスやトラムが交通の流れから外れて停車できる乗降場のことを指す。多くの場合、歩道または歩行者専用区域に切り替えて設置される。ブダペストにあるテラス型のバス停留所テラスは停留所を歩道から車道側に張り出し、 バス利用者と歩行者の衝突などを回避しながら待合所などを含む利用者のアメニティのためのスペースが提供できる乗降場のことを指す。名古屋市にあるストレート型のバス停留所道路の全福祉に余裕がなく歩道を切り替えて停車帯を設けることができない場合等に用いられる形式の乗降場のことを指す。名古屋市にある基幹バスの島式のバス停留所バスを 中央走行方式で運行している場合に乗降場を道路の中央に島式の形状で設けたものを指す。道路中央にバス専用レーンを持つ機関バスやバスラピッドトランジットではバス停留所も路面電車の安全地帯のように道路中央寄りに設けられている。日本のバス停留所のほとんどが停留所に標識を備え停留所の名称。 時刻表の掲出がさなれている。路線図が掲出される、停留所もある。標識柱に重複する場合が多いが、吊り貸式の看板や塀、電柱、壁など、掲出方式はいろいろある。夜間にも、時刻表等が視認できるように何らかの照明を、備えている、標識柱もあり、パネル部が、白色の合成樹脂製で電灯が内蔵された。 安ンドン式ポールと呼ばれる標識もある。多くのバス停留所が、バス営業所との特段の連絡設備などを書くため、悪天候などを原因として、バスが大幅遅延や、臨時運休になったとしても、基本的には何ら臨時の掲示、案内もされない。係員が、掲示などの対応を行うことや、バス停前の商店が、案内を受託している例も見られる。逆に、 IoT 対応の情報受信機能とディスプレイを備え、バス運行状況の提供や広告、ダイヤ改正時の時刻表を遠隔操作で随時に更新できるスマートバス停が日本では、西日本鉄道グループ企業などにより開発、導入されつつある。付帯施設としてベンチ、屋根、待合所、バス接近表示器等が設置されることも多く、広告を掲げる目的で、 バス事業者以外の業者が設置していることもあり、中には、無許可、無管理の施設もある。法令や道路行政での位置づけ、旅客自動車運送事業運輸規則第5条、第2項により、事業者及び停留所の名称、運行系統、発車時刻、乗降場所、または停留所が近接している場合に、その案内、業務が限定されている場合にその範囲などを掲示する。 ことが定められている。また、同規則第6条により、ダイヤや系統などの変更がある場合は、緊急時などを除いて、少なくとも7日前に告知しなければならないことになっている。道路交通法においては、第31条の2により、停留所から発車しようとしている乗り合いバスの発車を、追い越し等で妨害することが禁止されており、 違反したものは、乗り合い自動車発信妨害という違反行為となる。また、道路交通法第44条により、停留所の標識板から10メートル以内の部分は、運行時間中は、一般車両の中停車を禁じられている。危険なバス停、問題バス停が、横断歩道や、交差点に近いと、バス車体が死角となり、バス公車客ら歩行者に、 自動車が衝突する交通事故を誘発する危険性が高い。国土交通省が神奈川県横浜市での小学5年生女児死亡事故を受けて対策に着手した。国交省が2019年9月から全国のバス停約40万箇所を調査し危険度を AC の3ランクで分類したところバス停での乗降時に バスの車体が横断歩道の上にある危険度 A だけで約2000カ所あった。バス停の移設が対策となるが、周辺での敵地探し、地権者や自治体、警察などの合意形成が課題となる。移設が難しいため、警備員の配置や過密ダイヤグラムの管は、バス車体への注意換気ステッカー調布で対応している、地域やバス事業者もある。 2020年10月30日、国交省は全国の横断歩道や交差点そばにある危険なバス停についての実態調査リストを初公表した。茨城県、長野県など6県分のバス停名や所在地をまとめたもので、危険なバス停は6県だけで計780カ所に上っており、全国では数千カ所を超えるとみられる。 国交省は年内にも残りの都道府県分を公表し、順次安全対策を実施すると伝えられた。2021年3月にまとめられた国交省全国調査では合計1195箇所あることが判明。危険度 A は1615箇所、B が5660箇所、C が2920箇所で国交省は運輸支局飛ばす事業者などによる 合同検討会で順次対策していくとしている。設置箇所高速道路上にあるバス停の例。上下各2線の本線の他に、外側に1線ずつ、バス専用の道路とバス停が置かれている。中国のバス停には、時刻表の掲示がないことが多い。バス停の位置などの情報は携帯電話やパソコンで検索できる。また、書店などでは、 公共交通機関の情報を網羅した本が販売されており、大学、病院、公園や観光地など、主な路線を通過するバス停の一覧が掲載されている。ありがとうございます。